香港チャンネル。質問が来ております、はい、政府がですね、北京冬季五輪について、うん、閣僚など政府代表団の派遣を見送る方針を表明しましたと、はい、ただ外交的ボイコットという言葉はこの松野官房長官は会見では使ってなかったということで、はい、まあいかがお考えですかと、どう思いますかと。思いますかって、もうあれやろ、腰引いてんやろだから、クワッドとかそういうところのことをどういうふうに考えてるのかなと思うのと、ね、同盟国が外交的ボイコットって言うてんのに、うん、アメリカがね、自分とか日本の独自の考えを押し出したとかいうような報道も聞きましたけども、はい、これ岸田さんね、安倍さんと話してね、会談して、外交的ボイコットを決定っていうね、うん、記事もありますけども、うん、でもその官房長官が公式の会見で、そのことは言わなかったんでしょ。そうですね。で閣僚を出さないって言って、はい、でも、ね、橋本聖子さんとか山下会長とか出すっていうので、それが相互関係のくらいで合うのかっていう、うん、向こうは170番ぐらいなんでしょ、ね、日本に来たのはね、上から、はい、なんていう序列で言うたら、はい、高井先生言ってましたけど、文科省の課長クラスやと、はい、だから山下会長とか橋本さんでも、うん、位は高いって、まあ、オリンピック委員会会長ですからね、JOC の会長と参議院議員で、やっぱりそれやったらちょっとダメでしょ。大臣もやってはったじゃないですか。そうですね。そこをつけるね。じゃあから、まあ、そこで折り合いをつけるって言ってね、うん、向こうには、そういう顔するん違う。うん。うん。やっぱり、そこで、どうなんかっていうのが、もう、おのずと、炙り出されるやん。ね、そうですね。だから中国には外交的ボイコットとは言わず、アメリカには一応閣僚は行きませんよ。どっちにもええ顔してっていう。そうそう。どっちにもええ顔して、ほんで、行かしてるのは閣僚級やん。うん。うん、参議院議員で会長で、はい、あれでしょ、その元大臣やって、うん、で大臣を辞めて、会長になりはったんかな、はあ、ね、そうですね、そういうところでございますので、どうなんですかっていうところでございますよね、うん、五輪大臣やったんかな。そうですね、五輪担当大臣、うん、もうそれやったらもう全くもって、外交的なボイコットではないやん、うん、よくよく見たら、そういうところやから、パイ、しっかりものを言うとか、まあ、わからんでもないで、うん、そういうね、うん、駆け引きっていうよりか、もう、その、向こうに、やっぱり、しょっちゅう顔を合わせても、ほんでいろんなことでも、どこでどういう話をしてるかわからへんけども、うん、憶測として、全然、付き合いないんやったら、バーン切るやん。そうですね。もう、何らかやろ。ほんで、外務大臣とかも、みんな、会長やったやん。はいはい。この方は広島の日中の会長やし、岸田さんは。うん、で、林さんはせやし、鈴木さんもね、せやし。まあ、そういう方々やから、あ、これはっていうので、ございますよ。はい、でも安倍さんとかはね、もっと厳しいメッセージ出すべきやとか言うてるじゃないですかね。うんうん、安倍さんがね、やっぱり仕掛けていったんが、台湾有事は日本の有事やって言うたこと。で、そちらね、変な方向に行かないでくださいよ、習近平さんっていうメッセージを出してたやん。うん、だから、そういうことに対して、ほんで、人権問題でしょ、うん、人権問題で、これで、そういうふうなことをしてたら、俺はやで、日本の国会議員、どんな方が人権問題のことを口にしても信用ならんで。うん。そうね。うん。ほんで、これをね、また、学者か、評論家が、これをやったって意味がないって。うん、いやいや、ほんだお前、そんなもん黙って見とくんかいって。なあ、うん、ほんまに。微力やで、俺らが言うのは。でも無力ではないっていうね、ところもあるじゃないですか。そういうところでみんなで、ね、
言うていく。それやのにほんまにテレビでほんまあのね、ほんまギャラも高いギャラを要求してくる。うん、まあ、言えへんけども、はい、大体お察しください。そんなんが、うん、あの、いや、LM アメリカ政治のとか言うとって、はい、うん。だけど、そういうのじゃなくて、やっぱり、本当に、ね、あの、ほんま命がけの宣言やったっけな、はい、あの、を読んだら、どうしようもない気持ちになってまうで。うん、そうですね。ほんまにこの地球上に、うん、なぜ、やねんっていう、うん、っていうところでございますので、うん、しっかりした、そしてこれが次に発展するようにね、そうですね、やっていただければいいなと思うところで、ほんでこれでね、そういう人権弾圧とかが止まったりなくなんねやったら、うん、ええやん、うんうん、ね、できるだけあのやれることはね、俺らもやらな、うん、やっていかなあかんのちゃうかなとか思うところやねんけども。やはりこれから先がね、この冬季五輪が終わってからのこともまだまだ心配なんで、うん、やっぱり普通やったらね、あのこれアンケートなんか取っとって、はい、外交ボイコットを、うん、に賛成っていうのが、うん、41% で反対っていうのが 42% やって、うん、で、うんうん、同じぐらいってことですか、同じぐらい、はい、で反対の方が多いねんで、ちょっとだけ多いね、うん、やけどなんでやねんって、うん、そんなもん、はい、だからいやほんまに平和ボケなんか情報が入ってきてないんか、うん、ね、本当にそういうことがあると思ってないっていうのがまた怖いから、うん、そういうのでまたいろんな発言も出てくるっていう中で、うん、だからほんまにちょっとここのほんま国民はどないしとんねんとか思いますけどね、うん、あのエジプトのね、出身、エジプト人のあのフィーフィーさん、はい、の方がすごい日本のことを思ってくれて、そうですね、すごい発信してくれてるなっていうのが、はい、もう最近本当に思うところでございます。ね、僕たち日本人が情けなくなりますよね、そうなるとね。はい、うん、ってなことです。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。